徐々に暗くなっていく瞳の中にはまだ一点の光が残っていて、じっと私を見つめていました。彼女に近づき、その柔らかい頬に触れると、彼女は最後の力を振り絞り、涙を浮かべながら私を見つめこう言いました。助けて。鏡のように私の姿を映す彼女の瞳、水晶のように透き通った瞳、このまま光を失ってしまうのはもったいない。でもこれからはもう私のものです。化け猫と女の子の声が、私が奪った瞳から変な声が聞こえてきます。やだ、やめて。勝利の兆しが見えてきました。何を考えているのか見せてもらいましょう。